こんにちは、速稼塾の久保です。今ご覧いただいているリストなんですけども、毎日のようにね、入金があります。これね、何を隠そう、銀行のアプリなんですよ。銀行のアプリをダウンロードして、ただね、使っているというか、まあほとんど使ってないんですけども、置いているだけで毎日お金が入ってくるんですよね。いや、こんな銀行って今まで聞いたことなかったと思うんですけども、私6月ぐらいからこれ使ってるんですよ。で、無限に入ってくるわけではなくて、上限30万なんでね、私もうすぐ多分この入金終わっちゃうと思うんですけども、でも30万勝手に入ってきたらありがたいですよね。それこそ国のなんとか給付金っていうのの10万ですら入ってくるかどうかは分からないわけじゃないですか。その中でこの民間銀行がね、福岡フィナンシャルグループの作っているアプリ、この民間銀行が無料でアプリダウンロードして、この中にね、アプリとして入れてるだけで入ってきたら美味しくないですか。で、このみんなの銀行ってアプリなんですけども、皆さんのスマホの Google ストアとかね、 App Store からダウンロードできるわけですよ。で、ダウンロードしたら紹介コードがずっと下についてると思いますけども、プロフィールを作成するときに、まあ銀行のアプリなんでプロフィールって作んないといけないじゃないですか。その時にちょっと免許証などね、お持ちいただいて、まあ銀行口座ですから免許証番号を打つわけですけども、紹介者を記入する欄があるんですよ。そこに私のこの紹介コードをね、つけていただくと、もうその時点であなたにもお金が入ってますからね。さあ、いくら入るのか楽しみにしていただきたいんですけども、まあ1000円とか1500円入って、上限が30万です。まあちょろ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 毎日のようにね、1000円、2000円、3000円と入っていって、30万になったらそこで打ち切りみたいなことになっちゃうんですけども、さあどうやったらね、お金が入るんでしょうか。それはですね、プロフィールを作成して、その紹介コードまで入力するとですね、今度はね、あなたのみんなの銀行というアプリにあなたの紹介コードができるんですよ。じゃあ今度はあなたのその紹介コードを持ってですね、まあ、他の人、同僚の方、ご家族などにスマホにみんなの銀行をインストールしてもらって、そのプロフィール作成の時に今度はあなたのね、あの紹介コードをつけてもらうと、そうするとね、あなたにお金が入る。そして紹介コードをもとにプロフィールを作成した新しいみんなの銀行のアプリをダウンロードしたからにもお金が入るという形です。だから1円も使わずにみんなでね、最大30万までゲットできるということなんで、あの全国一律給付なんとか給付金、こちらっていうのはもうね、10万ですからね、もらってもね、そちらの方よりも優先して私たちが自力でやっぱこうお金をね、手にする方法になるんじゃないかなと思います。私もね、ずいぶん6月から始めてきてもうね、終わりそうなんで、このお知らせ、私の上限に行った瞬間にもう知らせることを終わっちゃうかもしれませんのでね、今のうちにやってみてください。今キャンペーンもやってるみたいなんで、今がチャンスですよ。それではどうぞ。